谷さん、この前指摘した部分、またテンポが乱れています。そんなこと言われても、いっぱいいっぱいなんですって。桐ヶ谷さん、また弱音を吐いて。違います、これは弱音じゃなくて説明だから。セーフです、セーフ。よくわからない理屈を持ち出さないでください。でも、トウコってなんだかんだ言ってちゃんと投げ出さないで練習してるよね。それは偉いと思うな。もう、次は絶対完璧に弾いてやる。確かに、もっと早く音を上げると思っていたけれど。けど、なんでできないんだろうな。ゆっくり弾くとできるんですけど、普通のテンポだとここで絶対指がもつれちゃって。もしかすると演奏の際の癖が原因かもしれませんね。癖？どういうことですか？演奏の際に指の形が安定していなかったり、腕に力が入りすぎているのかもしれないということです。私たちが桐ヶ谷さんの癖を指摘できれば、直し方を教えることもできそうなのですが。何それ、私的には普通に弾いたつもりなのに。演奏の癖って言われてもな、自分でもよくわかんないのに直せる気がしないんだけど。けど直さないと弾けないままだし。美咲、今日は付き合ってもらえて助かったよ。シェイクスピアの名言に浸っていたら、突然インスピレーションが湧いてきてね。いえいえ、急に呼び出された時は何事かと思いましたけど。すまないね。だがおかげで、儚いのテーマソングに匹敵する名曲の誕生にまた一歩近づいたよ。あはは、それならよかったです。あれ、あそこにいるのって、トウコちゃんじゃないか。こんな儚い夕日の下で出会えるなんて、運命を感じるね。どうしたら。全然気づいてない。おーい、桐ヶ谷さん。あ、美咲さん、それにカオルさんも。やあ、トウコちゃん、憂いに満ちた表情をしていたけれど、何か悩み事かい？いや、そうなんですよ。実は。なるほど。演奏の癖が原因で弾けないところがあると。そうなんですよ。それでめっちゃ困ってて。そういうことなら、私も協力しようじゃないか。もしかして相談に乗ってくれるんですか？ああ、同じギタリストとしてアドバイスできることはあると思うよ。うわ、カオルさんめっちゃいい人。本当にありがとうございます。これ楽譜なんですけど、詰まってるのはここのとこで。なるほど、確か癖が原因と言っていたね。それならここは儚く弾いてみるといいんじゃないかな。儚く？ああ、儚く。なるほど、儚くか。え？儚く弾くって何ですか？カオルさん、何かアイデアがあるなら弾いてみせた方が早いと思うよ、絶対。行動は雄弁だということだね。それなら私が弾いてみようじゃないか。どうだったかな？おお、めちゃめちゃかっこいい。私、人があんなにぐるぐる回るとこ初めて見たかも。儚いターンだろ。子猫ちゃんからも人気のパフォーマンスなんだ。カオルさん、弾いてみせるだけなのに動きすぎじゃない？ライブじゃないんだから、そんなに飛んだり跳ねたりしなくていいのに。これこそが
私の教えたかった儚い生き方だよ。とても素敵な曲だからね。曲に身を委ねて体の動くままに弾くのが一番だと思ったんだ。そうは言っても動きすぎじゃない？でもそれちょっとわかるかも。私も弾いてると体が動いちゃうんで。でもすごいですね、カオルさん。あんなに動いてるのにちゃんと弾けてるし。トウコちゃんも練習すればきっとできるようになると思うよ。じゃあまずは初めから演奏してみようか。思ったより難しいですね、これ。お疲れ様。教えたところはとても儚い演奏になっていたと思うよ。やった、美咲さんもありがとうございます。え、私何もしてないけど。そんなことないですよ。カオルさんが何言ってるかわかんない時の通訳超助かりました。ははは、どういたしまして。でさ、二人とも盛り上がってるところ悪いんだけど、さっきの詰まってるとこの話はもういいの？え、詰まってるとこ？いやいや、桐ヶ谷さんそれで悩んでたんでしょ？あ、そうでした、そうでした。あれ？でもさっき練習したところは普通に弾けてたような。え、なんで？いや、私にもさっぱり。あ、もしかして急にギターの才能が目覚めたとか？まあ弾けるようになったならよかったね。はい、この弾き方ならライブで演奏する時のパフォーマンスの参考にもなりそうだし。ああ、桐ヶ谷さんもああいうパフォーマンスしたい人なんだ。そりゃそうですよ。ライブするからにはかっこよく決めたいじゃないですか。わかるとも。人々は儚いものに心惹かれるものだからね。それで、よければ他のところもかっこよく弾きたいんですけど。練習に付き合ってほしいということだね。だが、もうこんな時間だし、続きは次回でも構わないかな。もちろんです。っていうか、ありがとうございます。それじゃ、しばらく放課後はここで、美咲と儚いメロディーを探していると思うから、いつでも来るといい。